ジャンヌ・ウェバーはフランスのシリアルキラー。1910年に有罪判決を受けた後自殺した。1908年5月24日の雑誌のカバーイラスト・ウェバーは漁師の家に生まれた。10代の時にパリに職を得るために出て女中暴行を行う。結婚して3人の子供に恵まれたがそのうち2人が相次いで病死してしまう。 それ以降、ウェバーは酒に溺れるようになる。1905年3月2日、3月11日、3月25日に、義理の弟の子供がウェバーに預けられている際に、相次いで亡くなったためウェバーに疑惑が向けられたが、同年3月28日にただ一人生きていた、ウェバーの息子が、ジフテリアで亡くなり、ウェバーには、同情が向けられることとなった。 しかし4月11日にも、また義理の弟の子供が急死するとその母親により、警察に殺人の疑いで通報がされ、ウェバーは逮捕された。しかし証拠不十分で釈放された。パリを離れたウェバーは名前を変えて、男やもめに女中として雇われたが、その家の息子が、またもや休止しウェバーは、再度殺人で訴えられたものの無罪となった。 再度名前を変えたウェーバーは、小児科病院に採用されるが、子供の首を絞めているところを目撃される。風評被害を恐れた医師はウェーバーを解雇するに、止め殺人未遂で訴えることはなかった。再度名前を変えたウェーバーは売春婦となっていたが、1908年5月10日、下宿している、家の息子を殺害しているところをその両親により、目撃され逮捕される。 1910年に自らの首を手で締めて自殺した。ありがとうございます。